はい、では簡単に説明します。今から私が一人ずつ、ワードを配っていきます。そのワードには市民、狼、狐という形で役職が振り分けられていますが、自分がどの陣営かはわからないようになっています。タイトル変えなきゃ。で、基本的には少数派が陣外という形になっております。今回の場合は市民3、狼1、狐1という配役でやらせていただきます。で、村人と狼は割と近しいお題が配られます。例えばみかんとりんごみたいな形で、で、狐だけやたらズバ抜けて離れたお題が配られます。例えばみかん、りんごに対してストーブみたいな形で、狐だけだいぶ違うお題が配られます。で、お題配り終わったら約10分間、質問タイムに入るのですが、そこで例えば質問していって、例えばそれは丸いよねみたいな感じで一人ずつ聞いてて、あ、丸いね丸いねみたいな感じで、でそうやって相談をし合いながら、どこに狼、どこに狐がいるかっていうのを探り合うっていうゲームです。ただ自分が狼、狐の可能性もあるので、話し合いをしている間に自分が人外だなと思ったら、ガンガン嘘をついて村人っぽい人にこうすり寄ってうまく溶け込むっていう戦術が必要になります。で、話し合いが終わった後にまず狐を釣る時間となります。考察タイムは持てるので、考察をして、この人が狐っぽいな、この人が狼っぽいなっていう考察をして、まず狐を釣ります。で、狐が釣れたらその後狼を釣るっていう形になります。で、今回も逆転チャンスというものがありまして、狐だけもし最初に釣られてしまった場合、村人側と狼側のワードをバチコリ当てた場合は狐の逆転勝利という形になります。なんとなくここまでで何かわからないことありますか？狐は最後に当てるってことですか？最後に言えばいいんですか？試合が終わったら言うってことですか？そうですね、一番最初にまず、話し合いが終わった後に考察をして、その後、誰を釣りたいですかという形で、チャット欄に打ちたい、釣りたい人の数字を入れていただいて、そこで釣るっていう形になります。最初に狐を釣る、その次に狼を釣るっていう流れになります。またその辺の流れはその時その時に私が進行するので、なんとなく身を任せれればなんとなく分かると思うので、まずは質問試合のところに慣れてもらうのが一番いいかなと思います。他何か分からなければ。大丈夫そうですかね。はい、今回はチロルチョコです。チロルチョコです。はい、ありがとうございます。対抗のお題は何だろうな、チロルチョコだった場合に。はい、おはようございます。あ、もう OK ですか？はい、OK ですよ。おはようございます。渋すぎや、格が違えこと渋いやついるんだけど。はい、では皆さん起きましたね。では今から10分間なので、では1時41分までとします。1時41分までお話し合いをしてください。それではどうぞ。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速僕から質問いっちゃいます。はい、マゼタさん、そのものを好きですか？そのお題のこと好きですか？僕結構好きですね。うん、結構好きです。2番さんはどうですか？僕はぼちぼちかな。ぼちぼちあんまり大好きとは言えない。5は？皆さん5番さんとか。キュン飛んだな。私も好きか嫌いかって言われたら好き分類に入りますけど、まあそこまで好きとは言えないです。4番さんはどうですか？いや、私はね、これ結構好きだよ。これ好きな部類に入るよね。一番さんはどうですか？もうどっちかというと好き、どっちかというと好きぐらいです。そんな感じですね。4番さんから質問欲しいな。はい、質問させていただきたい
そう思います。日本語おかしかった。それじゃあまあ思い浮かぶ色みたいなのを聞いていきたいなと思います。こんなん無限だろ。何番からにしましょうか。1番さんからお願いします。色？僕から振られてるんですね。色、イメージカラーは黒です。イメージカラー黒だと思います。2番さんに回します。2番さんに回します。僕も黒だな。1番思い浮かぶのは黒。3番さんは？自分もそうですね、その暗い系の色ですね。5番さんどうですか？うん、私も黒い系、暗い系の色が思い浮かびますね。そうっすかそうっすか、皆さんも暗い系ということで、僕もそんな感じでしたね。暗い系、黒っぽい色ですね。はい、うん、私からは以上です。マゼさん質問欲しいな。あ、じゃあ僕からいきましょうか。どのぐらいの頻度で何ですか？あ、どのぐらいの頻度でそのものと触れ合いますかね。触れ合わないな。誰ですか質問は。じゃあマゼタさんは5番さん。あ、5番さんですね。はい、頻度は食べ物じゃない、週1ぐらいかな。週 1？ じゃあ4番さんどうぞ。週 1？ 嘘、俺年ゼロだわ。いや、私はね結構好きだから、毎日とは言わないけどね。やべえ、まあ、これどうだろうな、具体的にっていうのは難しいんだけども、週に 3,4 回はね。マジ見ますよ私は。見る、はい、見るじゃないでしょ、見るんだったら毎日見る。3番さん行きましょうか。3番さんお願いします。4は見る。僕質問したんで2番さんとかどうすか。いやいや、質問者答えないといけないですよここは。ああ、そういうことですか。あ、そういうことですね。あ、回避した。自分はでもそうですね、月に1回ぐらいですかね。2番さんのとかどうですか。今4番さんは週 3,4 回ぐらい見るって言ってたけど、3番さん触れ合うでしょ。触れ合うだったら、まあ月1回もないかなくらいかな、触れ合うだったら。1番さんは？僕は週 1,2 回は見ますね。それは週 1,2 回、はい、触れ合うかな。そうですね。いやいや、あ、見るでいいんだったら僕も結構週 3,4 くらいいっちゃうけど、触らないな、別に。触らない。自分もそうですね、見るなら結構な頻度で見ますね。これいけるんじゃないの。なるほど。じゃあちょっと他の質問してない方、1番さんとかまだかな。僕質問でいきましょうか。頻度いったから、ズバリですね、買うとしたらどこで買います。うわ、それ誰に聞いてます。順で言ってください。順番さんから順にお願いします。あ、僕ね、じゃあ最初、僕はまあもうそんないっぱいあるけど、買うとしたらでしょ、まあちょっとこれ絞られちゃうな、まあコンビニとか。3番は？まあ自分もまあセブンイレブンとか。なんでセブン限定？セブン限定？僕はね、家の近くにマックスバリューってのがあるからね、マックスバリューってところで買うかな。5番さんどうぞ。マックスバリュー？うん、私も家にセブンイレブンとかジャパンとかあるんで。家に？ところで。
買いますね。家にあんの？ごめんなさい、マックスバリューって何か分かんなかったんですけど、何ですか？マックスバリューって何ですか？知らないんですか？あれ？確かスーパーだと思う。そう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 、マックスバリューっていうのはイオンは上がりますよね、多分。イオンのなんかちっちゃいバージョンみたいな。スーパーなんだ。専門店がついてないイオン、あのお買い物スペースだけのイオンみたいな感じのところですね。あー、なるほど。じゃあちょっといいっすか、ちょっといい質問いいっすか。じゃあ僕お願いします。そのお題について、お題についてですけど、じゃあそうだな、4番さんに質問ね。100円より価値があるかないか、どうでしょう4番さん。100円より価値があるかないかですか。100円よりあるものはあるだけど、どうでしょうかね。ないものも見たことありますね、私は。はい、マジで100円以下しかないんじゃないの、チロルチョコって。そんな高いのあんの？あー、そうなんですね。3番は僕ないと思いますね。あー、ちなみに僕ないと思うんだよね。あれ、5番さんは、私もないと思いますね。1番さんはどうですか？ないです、ないです。あ、じゃあ5番さんって質問まだだったっけ？あ、してないですね。あ、じゃあします。じゃあぶっちゃけそれ今家にありますか？そうだな、そんな質問出る？そうだな、じゃあここは3番さんから。ズバリないですね。2番さんとこどうですか？ズバリないです。てか全く、あの、会ったこともないと思う。そのものはないですけど、類似するものはあります。類似するものはあるかな。いやー、これ 1,2,3 村かな。あー、僕はね、今あれだね、僕のものではないけどあるね。はい、あります。あれ、はっちゃんさん、はっちゃんさん本人。なるほど。どうですか皆さん、わかります？わかりました？ちょ、次ラスト質問、じゃあちょっとマズタさん、マズタさんちょっとぶちかましてほしいな。はっちゃんさん、ありがとう。あ、はっちゃんさんも一緒に今度やりましょう。これって質問に限りないですよね。あの、何聞いてもいいですか？何聞いても大丈夫ですよ。何聞いても大丈夫です。あ、じゃあぶっちゃけそれって食べれます、食べれないものです、どっちですか4番さん。そんないらない、今更。私ですか？私か、食べれるものですね。はい、5番さんどうぞ。いや、これは寄せてる。僕4番絶対人外。はい、食べれるものです。1番さんはどうですか？そうです、食べれるものです。2番さんどうぞ。いや、そりゃ食べれるものだよ、マズタさん。マズタさん、食べれるよ、そりゃ。間違えちゃったかも、質問ごめんなさい。どうですか、考察タイム入ります？どうしましょう、延長したいですか？あんま延長しすぎるとキツネにつける可能性はありますが、もしもうちょっとあの質問したければあと3分ほど延長できますが。いやー、でもまあそうだね、人外不利になっちゃうから行きますか。では45分まで延長しましょう。45分までどうぞ。あ、じゃあ延長ですね。はい。いや、でもこれなんかもう紛れちゃってる気しないかな。なんか紛れちゃってんじゃない？あ、分かった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 。5番さん質問いい？どうぞ。春夏秋冬で言ったら一番イメージはどれが湧くかな？冬だろ。あー、そうですね。だろ、はー、あ、春じゃないですか。これは人外、これは人外。いや、バレンタインがあるだろ。あー、そうなんですね。あー、そう。マジタさんは？冬？
ですかね。え、まあ冬じゃない、まあ冬だと思うんだけどな。一番さん、そう思わない？僕もちょっとチキンのこと言おうかなと思ったんですけど、それはうまいです。冬ですね、はい。いやこれ 1,2,3 同陣営だな、これ 1,2,3 同陣営だろ。あれ4忘れてませんか、2番さん。4はもう違うもん、4は違うもん。 1,2,3,4 が同陣営じゃないんですか。え、春食べません？春食うの？一番イメージ湧くのは冬じゃない？冬ですね、冬だと思いますよ、僕も。逆に一番イメージ湧かないのっていつですか、5番さん。湧かないのはない。そうだな、秋とか。いや5番さんこれちょっとあれだな。いやこれ臭いなこれ。で、ちなみにイメージ湧かないっていうのもよくわかんないな。ね、イメージ湧くのは冬なんだけど、イメージ湧かないのは特にないかな。冬がイメージ湧くかな。私結構春でも食べるんですけど、そんな冬しか食べないですか？いやいや、食べないよ僕は一年中。4番さんは何か質問ありますか、ね、私質問ですか。質問か、ちょっと待ってくださいね。なら、あ、じゃあこれラストにしましょう、時間がないから。ああ、そのもののなんていうのかな、包みっていうのかな。うわ待って、包みみたいなやつで、包みっていうかパッケージ、うん、パッケージだな。パッケージで、思い浮かぶ色、これはそんな無限だろかな。なんて言った？そのパッケージの色、色ね。お、無限だろ。答えていただきたい。何でもある、何でもあるだろ。思うんですけれども、どこから、5番さんからお願いします。包みなんてめっちゃない？すげえカラフルなイメージだ。パッケージの色。キツネかご。わからん、白。これご絶対キツネ。大体なんですけど、黒に近い濃い色が多いですね、大体。そうだね、まあ黒とかね、まあ白とかね。いや5番さん絶対これ共感できてないから、5番はもう絶対に人外だよね。3番は？そうですね、5番さん人外っぽいですね。僕も白か黒かなってイメージですね。ありがとうございます。はい、では質問タイム終了となります。ここから考察タイムに入りますので、では1番さんから時計回りにサクサクっと、この人がキツネかな、この人がオオカミかなっていう形で考察していってください。どうぞ。4号陣外で5番さんがキツネかなと、ワンチャンで4-3で3がオオカミあるけど5はキツネだと思います。だからキツネは僕5を投票したいと思います。2番さんですね、次2番さんに回します。はい、なんか反応的にもキツネは5かなって、もう分かんないって、パッケージで分かんないって言ったらもう、まあ、5はキツネかなと思うんだけど、パッケージの質問が出てきてるっていう点で4、あれちょっとなっていうところはありました。なんで3番とはねすげえ共感できるんだよな。だからまあ 1,2,3 は同時点じゃないかなと思うんだけど、とりあえずキツネで5は硬いと思う。4がオオカミなのかなって感じ。3番どうぞ。はい、
そうですね、まあ1、2番さんと一緒になっちゃうんですけど、うん、でもね、どうなんだろう、5を読んでみてるけど、でも4番さんがね、100円より上か下かって言った時に、ちょっと聞こえなくなっちゃった。あ、ごめんなさいごめんなさい。100円より上か下かって話してたときに、4番さんがんどっちもかなって言ってたんで、もう結構確定に黒いと思うんですけどね。5番さんは狐で見てます。4番さんは狼かなって思ってます。まあそうだよな。いや、チロルチョコ100円より価値ねえだろ。そうですね、皆さんと同じように僕も狐一としては5番さんですね。はい、5番さんの反応からしても狐はここじゃないかなと思います。皆さんから僕はね、黒塗りばっかされてますけど、私黒じゃないです絶対に。うん、お題のものは黒いがありますけど、黒がね主ですけども、私は主じゃない、私は黒じゃない。うん、で僕のねあげる狼一としては1番さん。うん、ある2番さん、なんか紛れてる可能性ある。2番さんから質問が始まりまして、3番さんも質問されました。1番さんっていうのは隠れてる位置なんですよね、結構皆さん目線でもそうじゃないでしょうか。いや、わかる、ちょっとわかる。そうですね、皆さんが好き好き好きって言ってく中で、どちらかといったら好きという濁す回答、ここ臭いんじゃないかなと俺は思ってます。5キツネ1オオカミで提出いたします。4番さんどうぞ。いや、ちょっと聞いてください。最後のラスト、延長までは全部共感できたんですよ。だから私キツネは絶対ないです。あってオオカミかなって。コンビニにあるのも分かるし、どっちかって好きっていうのも分かるし、だからいや、もうダメだよ、私キツネじゃない。本当にここまで共感できたから、パッケージが違うんだったらもう違うだろう。もう認めるから、私は狼だと思う。だから狐じゃない、狐じゃない、狐は 3,4 どっちかだと思います。それだけは信じてください。ダメでーす。爆笑してるじゃん。絶対違うよ。絶対狐。いやー可愛いな、ファッション良かったな。あー、いいや。はい、ではここからでは時計タイムになります。まずこの人がキツネだなと思う方の番号をチャット欄に入れていただいて、まだ送信も押さないでください。この人がキツネだなと思う方をチャットに入れていただいて、右下の時計で20秒になったら一斉に送信してください。はいよ。これ送信が遅れた場合は無効票としますので、20秒でせーので送ってください。はい、では5番さんが4票入り、5番さんが釣られてしまいました。5番さん、あんな熱い弁明があり、私は狼だと言ってましたが、やはり自分は狼だと思いますか？いや、もう本当に延長までもう共感しかなかったので、もう狼だと思うんですよ。マジで？これはちょっと竹橋さんの季節の質問にやられたって感じですね。もう勘で答えたので、いやー、ミスりましたね。え？はい、ありがとうございます。というわけでこの時点で今回の勝負はキツネの勝利となります。キツネさん、おめでとうございます。マジ？マジで？だから言ったのに俺ですよね。マジで俺ですよね。 4？ 絶対俺だよね。はい、ではお題を渡していきましょうか。では1番さんから時計回り、あ、いや4番最後にしようか。1,2,3,5,4 の順番で、ではお題何だったかを発表してください。お題がチロルチョコでした。チロルチョコでした。2番さんに回します。チロルチョコです。チロルチョコです。あ、1,2,3 は同時になんだな。ポッキーです。ポッキー、あー、ストッキングうめー。ストッキング美味しいな。ストッキングでした。ストッキングかよ。いや、確かに黒いわ。確かに黒い。あー、すごいですね。あー、いや、ちょっと100円よりちょうどどっぽいぐらいだね。食べれるかどうかのところでちょっと賭けに出ましたね。皆さんなんか食べれそうだったから、ここ食べれるって言ったらワンチャンいけるんじゃないかなって。いや、見事だ。序盤にさ、ヨバーさんこれ好きって言ってたでしょ。好きなのストッキング。
ああ好きですよ私ね。ストッキング好きだろ。 そりゃちょっと一緒にいる人がね、うん、ちょっとやめてやめてやめてやめなさいよ。ちょっとストッキング好きなのかよ。いやーでもやり方すっげえ分かった今ので。あ結構面白いですよね。いやー4学期ストッキングでか。いやうまい具合に4番さん溶け込んでましたね。じゃかなり質問と回答がリンクしてたんでかなりいい感じでしたね4番さんね。いやーよかったです、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ2番さんいいですか。2番さんのお題は、はいはい、ごめんなさい、今来ました。はいはい、何ですか。あ金庫でお願いします。金庫、はい金庫です。はい了解です、ありがとうございます。はいお願いします。キツネのワード出そうってなったら思いくそばなくね。うわ、キツネのワード出そうってなったらなんだろう。スプラッシュマウンテンとかですよ。縁側サーモンスプラッシュマウンテン。はいお願いいたします。17分までお願いします。あもういいですか。じゃあじゃあお願いします。あどうぞどうぞ、あけみさんどうぞ。あどうぞ。じゃあ、イケミたまに透かしてくれるかな。なんかイメージ何か、イメージ何か教えてください。1番さんから時計回りでお願いします。イメージ、色で言ったら青かなっていう感じのイメージです。イメージってこんな感じでいいですかね。2番さん次どうぞ。いやいやいや、あー1番さん騙されたな。これ先に6番さんに言わせないと、やっぱそういうのはイメージを。あ私ですか。そうだな、イメージ例えば絶対違うじゃん俺絶対一と違う。まあまあ便利かなって感じかな。2番さんは。うん僕も便利だなって思いますね。3番さんは。そうですね、あると助かりますよね。回避したぞ。うん、5番さんは逃げた逃げた。一応犠牲にして、もう絶対必要ですね。え絶対必要、俺全然必要じゃないんだけど。いいよ誰でもバンバン質問してって。あの5番さん質問欲しいな。あじゃあそれ家にありますか。家にあるか。私はあります。あるんだ。じゃあ3番さんどうぞ。もちろん家にはありますよ。うん、2番さんどうですか。もちろんありますね。1番さんは。あ、6番さんお願いします。6番さんお願いします。え、なんつった今。パス。1番さん今あるって言ったのかな。私もあるよ。財布っぽいな。来ました。いや2番さん質問ください。いいとこが聞こえない。1番さんあるって言った。なんて言った。言いました、ごめんなさいね。え待って、切れちゃう。そこ回答の部分だけ。あるって言いました、あるって言いました。あー調子悪く。あーオッケーです、オッケーです、オッケーです。はい、そしたらいいですよ。一番さんどうぞ。あごめんなさい、あ僕です、ごめんなさい。あごめんなさい、三番さん。あサンバさんね。できればちょっと私2番さんから質問欲しい。2番さんから質問欲しいな。ちょうだいちょうだい。じゃあイメージカラー、さっき1番さん青って言ってたけど、マゼタさんはどう思う？自分はね、いや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 、先に2番さん言った方がいいと思う。先に2番さん。いやいやいや、どうすか？いやまあ。青わかるなって思ったよ。青わかるなって思った。いいっすか自分言っても。さ、多分白のイメージが強いかなって思うんですよね自分。あ、青も白もわかりますけど、個人的には白の方がイメージが
強いかなって思います。あけみさんはどうですか？そうですね、私も白かなと思いました。白ってなんだよ。あ、まあそうなんだと思った。あのうちのは青なんだよね。うちのは皆さんのは白なんだ。なんだこれ、なんだ。質問していいですか、じゃあ。これなんだこれ。これなんだ。相手なんだ。それモテます、自分の一人の力で。モテる。2番さん。どうすか、モテるかモテないかで言うと。まあ頑張れば、気合い入れたらいけるかなって感じ。すげえ、うん、そうだね。5番さんは？一人でモテますかね。あ、先にマテタさん聞いた方が良かったんじゃないですか。一人は洗濯機とかもある。いや、まあ、いけ、いや無理じゃないですか。なんかないと。それか2、3人ぐらいで。どうですか6番さん。そうですね、私も、旦那いないと無理かな。じゃあ、ちなみにマテタさんは？自分はね、モテないと思いますよ。あの、多分。いや。いや、何言ってんすか。そ、気合い入れたらって話ですよ。僕も一人じゃモテないよ、それはもちろんね。あの、気合いなしじゃね。気合い入れたらの話ね、今言ったのが、本当に。一番さん、どう？いや、気合い入れても無理ですよ。いや、いけるでしょ。え、それはさ、内容量によらない？わかる？内容量によるよね。一番さんまだ答えてない。これはね、言っていいかわかんないけど、住む、規模、住む規模によるね。その何世帯っていうわけじゃないけど、何人家に住んでるかとか、ざっくり言うとね。僕のはモテるあれです、モテるあれです。うん、いやもう本当、これは分かってます。いや、おっしゃる通りだわ。ああ、そういうことなんだよ、そういうこと。あ、一人同時円っぽいっすよね。いや、2人が同時円なんてないんだよ。2人が同時円なんてない。質問してない人どうぞ。僕質問していいですかね。どうぞ。どっちだ、洗濯機か冷蔵庫っぽい。2番さんに質問します、はいはいはい、2番さんから順に行ってみようかな。2番さん順で、どうだろうな。やべえこれ、なんだこれ。俺ようこ、これは自分で買ったことありますか？自分で買ったことありますか？2番さん、ないですね。自分ででしょう。自分ではないわ。え、6番さん、あ、じゃあ、いや、6番さんある。6番さんありそうだな。自分で買ったことですか？私はないですね、これは。いや、これやばいな。やばい。あ、いいですか、私。私もないですね。3番さん、どうぞ。なんだ、青って。自分もないです。まあ、ない。あ、っていう1番さんは？買いました。僕は自分で買いました。あー、そうなんだ。へー。いや、ちょっとこれ、え、これ俺、いや、怪しまれてんじゃん。同じなのに、村なのに。ちょっと、どうしよう。3番さん、あなたの、いいですか、あなたの部屋にありますか？部屋ですか？寝室ってことですか、それは。寝室？いや、今いるところで、今いるところでですよ。今いるところにはないですけど、2番さんどうですか？ないですよ。ないです。6番さんは？はい、私も今はないです。絶対必要じゃないし、金庫なんて。ないです。確実にない。一番さんは？洗濯機か。冷蔵庫。一人暮らしなんで、
部屋にあります。部屋にあります。これ結構分かれると思う。部屋に、あ、でも僕は部屋に分かれる。一人暮らしだったら分かるな。一人暮らしだったら分かる。僕実家だからね。まあ何度も言うけど。質問欲しいな。いやこれ6番紛れてるような気がすんだよな、これ。そうだな。なんだこれ。一人暮らし。冷蔵庫っぽいな。あ。プラ3分行こう。プラ3分行きましょう、4番さん。え、600%村でしょ。僕が絶対狼だから、1が狐じゃない？冷蔵庫でも洗濯機でも青はないわ。え、ちなみに本当に申し訳ないんだけど、本当に申し訳ない。あのね、色で言ったら、さっき青って答えたけど、それはちょっと正直ビビってた節がある。あの、1番さんの、青に対してのちょ怖えなっていう意味での青だったんだって。うん、うちの輪とか言ったけど青はない、青はないと思う。だからいや本当本当、じゃ本当なんだって。だからいや僕は白ってみんな言ってたけど黒もあると思うよ。黒、うち黒だし、なんなら。死んだ。これは絶対でもイメージ的にはやっぱ白じゃないですかね。いやまあね、いやイメージはね、うん、それ怖いじゃん。だって2人目にさ、いきなりぶちかまされてさ、あけみがなんか攻めてくるからさ、なんか色、いやお前が先に答えろとか言って。だってもうさっきから花がちょっと怖いから死ぬ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 。いや1キツネでしょ絶対これ。いや1は村だと思うな。伝えてもらった1は正直伝わってると思う。村のみんなには、僕が青って答えた1はみんなに伝わってると思う。これは自信あるわ。え、うん、いや分かるんだけどさ、1番だと紛れてるじゃん絶対そりゃ。後半から紛れた感が。2番の青はエグかったと思う。2番のうちの青だよ、青ねえからみたいな。違うよ、負けちゃうこれじゃ。ちょっとなんでこんな黒塗りされてんのこれ。分かってんのに絶対村側なのに。ちょっと誰か質問欲しいよ。このままじゃ利用されて終わる。狐と狼に利用されて終わる。ちょっと誰か。いやだからそう思うんだったら自分が白アピの質問を最後にぶちかましてくださいよ。じゃあわかったよ。毎日開けるよね。毎日開けるよね。5番開けるだよ。毎日開けるよな。開けますね。だろ3番さん。そうでしょ。僕は意外と開けないこと全然ありますよ。全然開けないことある。うわこれ3だ3だわこれ。いや今の怪しい。開けないやつ見たことないもん。もう見たことない。開けないやつ開けますよ。あんまり家にいないんで開けない。理由とか聞いてみていいですか。言える範囲でいいんで、3番なんでそんなに開けないのか聞いてもいいですか。自分あんまり寝にしか家に帰ってこないんで、基本物事は外で済ますんで開けないですね、ずっと。あ、3番ヤンキーだわこれ。これ3番ヤンキーかよ。ヤンキーはないわ。ヤンキーで狼はちょっとやばいよそれは。それではそろそろ終わりましょうか。死んだ。でもこれ狼なの俺。微妙すぎない？なんか金庫って狼っていいですかね。金庫とさ、冷蔵庫だろうな多分。洗濯機。それじゃあ考察の方に移りたいなと思います。冷蔵庫だよな。ならどうだろうな。5番さんからいきましょうか。はい、5番さんから考察の方をちゃちゃっとお願いいたします。なんだ。人外は2、3が硬いかなって思ってます。1番さんの拠点の青という発言とか世帯によるっていうのはもう村じゃないと言えないかな。
って思ったので、兄さん硬いかなって思ってます。6番さんどうぞ。なんだ、はい、そうですね、私もまず5は絶対同陣営、絶対5は同じで、あとがどこだろうと思ってるよ。1番さん村でしょ、だから2、3だけど、いや青じゃん。2番さん狐だと思うんだよ、だってこれ2番さんだってもう、ね、ずっともう合わせにいってんだよ質問。あ、でも最後の質問はな、確かに、まあ金庫開けるからね。どうだろう、2、3どっちかだな。え、どっちだろう。え、三狼ある？え、でも、あ、でも三番さん俺どっち、これ金庫と冷蔵庫って違うよな、全然しゃってたんだよな、色。うん、三番わ、家によるよな、洗濯機も家によるんだよな、ごめん、ちょっと123発言聞いてから俺きつめなのかな、ところは決めるけど、かなり今割と近いよ、結構2で心は揺らいでるって感じ。僕も2番さん、でさんは人外で、キツネが一番濃いかなと思います。で、迷ってるのが、1人じゃ抜けない。3番と6番どうなんだろうなって、僕に最初に振ってきたんでね、まあそれは1人じゃ抜けない、村か人外か分かんないっていうので、振ってきたかもしれないですけど、3、6あるかな、どっちだろうなって感じ。2番はキツネで、3番、6番、人外目で見てますね。で、2番3番さんの発言聞いて投票先決めようと思います。現状2番キツネで2番投票予定です。2番さんに渡します。2番さんに渡します。白も、あー、これ負けちゃうよ。ねー、あー、ヤンキー狼、じゃ、ヤンキーキツネの1狼かな、3キツネ1ローだと思う。あ、じゃない？だ、そうだと思う。6が紛れてる感じもするんだけど、僕の考察でいくとやっぱね、青じゃないんだよな、やっぱ、黒もあるからね、うちの黒だし、やっぱ、ね、3番が、そう、そうだ、そうです、その感じます。3-1。いや、これ、いや、いや、もう僕で2-1なんですよね、確実に。1番さんが最初にやらかして、後からこう気づいてこう合わせてきた感が強いなっていう感じで。ちょっと待って、これ、マジで分からん。でもね、青はないでしょ。ね、青なくない？青見たことないんだけど、っていうとこで、自分的には1番さんキツネかなと思ってるんだよね。1、2、狼かなって思ってます。2、3、人外これ、はい、OK です。はい、皆さんの考察聞かさせていただきました。ゲームマスター面白いですね。それじゃあキツネをまず釣ってもらいましょうか。キツネさんを釣ってください。25分になったら皆さんチャットに一斉に、押したってください。25分でいいです。あと10秒後です。打ってください。どうぞどうぞ。はい、お願いいたします。3、あ、3来た、3勝った。そうですね、それじゃあ3番さんが釣られてキツネじゃないんだって。これキツネだったら勝ちだ。そうですね、僕はなんて言おう、この時点でって言いたいな。あ、この時点で、キツネの勝利です。やった、キツネの勝利です。やった、3番さん、俺だろ、自分で狼だと思います？いや、村だと思ってます。そうですね、村ですね。はい、村です。3番さんは村でした。3番は村だろうがよ。キツネはどこでしょう？キツネだと思う方、出てきてください。え、ちょっと待って、微妙なんだけど。絶対私でしょ、これ。え、6なの？そう。俺もかなと思ったけど、6か。6番さんがキツネでした。うわ、やられたよ。やられた。いや、6番さん、むちゃくちゃうまかった。6番さんお題は何でしょうか？あ、確かに言っていいの？できれば村と狼から聞きたいな。あ、そうですか。なら、村だと思う方、一斉にどうぞ。村何？冷蔵庫？冷蔵庫。冷蔵庫だったら金庫はワンチャンキツネじゃない？狼も見るよね、でも。はい、冷蔵庫です。村が冷蔵庫、ね。狼とキツネのグレーだったら。じゃあ、狼の2番さん、お題お願いします。いや、俺、狼なのか。金庫です、金庫。家に絶対必要じゃねえよと思って、初日から人外なのは、初回から分かったんだけど、人外なのは。6かよ。
いやーね、冷蔵庫と金庫ね、結構似てると俺は思っちゃったな、自分。似てるっしょ。まあ、6番さんのはだいぶ違うと思うんだ。まあ似てる。はい、私お題ね、夜間です、夜間。マジでね、もうどうしようと思った。絶望したね。夜間か。それ旦那いてもいなくてもモテるやん、夜間だったらもう毎日持ってるじゃん。うちね、そう、まあ夜間は使ってないんだけどさ、いや危なかったよ、最初にさ便利ってこと言っといてよかったよ本当に。いやなんか、なんか昔懐かしいとか言ってたらやばかったね。で5番さんにすり寄って、あやっぱそうだよね、だんよかったよかった、旦那とならモテるって言っといてよかった。1番さん冷蔵庫青はなくない？青じゃないだろ冷蔵庫は。で青っていう風に思ってほしかったです。冷蔵庫の例で青って思ってほしかった。そういうこと？そういうことか。いや乗っちゃったよ。いやそれあれ乗っちゃったよあれ。冷蔵庫の例で青か。マズタさんどうでしたか？いやー悔しかったっすね。いや一番さんだと思ってました。もう青の時点びっくりしました。冷蔵庫から冷蔵庫。6番さんちょっとうますぎましたね。1、2でしか見れてなかったです。6はもう完全、5、6は完全に外れてました、僕だから。あ、悔しい。いや、6がもう僕にターゲット絞ってたもんね。めっちゃ攻撃された。いやね、違うね、めっちゃ殺された。プテさんね。いや、マジ。違うね、プテさんね、もう初手怪しすぎなんだよ。もうなんかもう、いや、何々から、いや、何々からって感じで、結構受け身だったからね、ここはね、つつしかないなって思ったよ。いや、でも、いや基本そうじゃん。基本そういう動きになりたいよね。でもこのゲームね、分かんなかったそれな。青が分かんなかったから、金庫って何、そもそもって思った。そうだ、怪しかったね。いやミスったな。金庫なら素直に黒とか言った時もまだはあったかもしれない。あー金庫黒か、銀のイメージだったかな。まあありがとうございました、楽しかったです。ヨンバさんもありがとうね。ありがとうございます。おはようございます。初めてやったけどめっちゃ面白かったです。本当に人狼卒の新しい楽しみ方を得ました、はい、そんな感じ。そうなんですよ、週1でやってるんで、はい、また一緒に今度やりましょう。そしたらよろしくお願いします、はい、本当に。じゃあ今日はこれで解散としましょう。はい、了解です。ありがとうございました。すいません皆さん、お邪魔しちゃって。ありがとうございました、楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。このチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してます。サブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。ではまた。